どうも、さくやまこでーす。イエイ。今日は撮影会をやってます。撮影会のスタジオをちょっとお借りして、自撮りしてます。で、今日は、なんか私に会えるイベントの説明をしようと思います。基本はいつもインターネットで動画をアップしてるエロいお姉さんなんですけど、だいたい月に2回か3回かぐらい会えるイベントを毎月やってます。いろいろあるんですけど、まあ、撮影会、バーイベ、即売会、オフ会なんかがありますね。撮影会はカメラマンさんと私と1対1でお好きな衣装で、お好きなポーズで撮ってもらうって感じですね。おしゃべりメインでもいいし、まあ、すごいこだわりある写真を撮ってもいいって感じですね。私は結構セクシーなの OK なので、本当にほぼほぼギリギリまで脱いじゃいますし、ポーズも全然エッチなポーズとか OK なんで好きな風に撮ってもらえたらなって思います。次がバーイベなんですけど、まあ今ちょっとねコロナかなんで、あんまり積極的にはやれないんですけど、バイベも結構許される限りはなるべく脱いで、セクシーな格好で一緒に飲めます。密着してチェキを撮ったりとか、まあ、1分間撮影とかしたりしますね。セクシーな格好したマコピーとワイワイする会って感じですね。最近はね、結構バイベが好きで、よくやってますね。で、即売会。即売会は、コミケみたいなのをイメージしてもらえたらいいんですけど、DVD ロムとか、まあ、写真集とかをその場で売るっていう会ですね。私は、作品を買ってくれたら、撮影チケットつって30秒ぐらい撮影できる券をつけたりしますね。私だけじゃなくて、すごいエッチな女の子がいっぱいいる会なので、即売会はそれだけでも楽しいですね。セクシー衣装を着た女の子たちが、もう何十人、何百人いたりするイベントなんで、もう夢のようなイベントで。正直、儲けは大きくないんですけど、そういういろんな女の子が見れるし、実際喋ったりとかできるのが楽しくてやってます。次、オフ会ですね。オフ会は、今度の26日日曜日にちょっと初めてやるんですけど、まぁ、ちょっとそのコロナ禍なんでバーイベとかがやりづらいってことで、もう小規模なオフ会をやろうと思いまして。自分でレンタルスペース、まぁ、なんかマンションの一室みたいなとこを借りて、みんなでまったり、数人でくつろぐっていう会を予定してます。オフ会の詳細、こんな感じ。いけるか。で、まだまだ予約受け付けてるので、全然初めましての人でも、最近私を知った方でも OK なので、会いに来てくれたら嬉しいです。よかったら、DM かメールでご予約の連絡ください。はい。じゃ今日はなんかちょっと説明っぽい感じでつまんないかと思うんですけど、すいません。なんかね、実際会いに来るの勇気がいるって方も多いんですけど、全然そんなことはなくて、ゆるい感じなので、どれも気軽に遊びに来てもらえたらって思います。あと、なんか私は実物のが可愛いらしいですよ。ので、確かめに来てくれたら嬉しいな。ではでは、また。バイバーイ。